こんにちは、金子です。今回は電子印鑑の作成方法を紹介していきます。この動画を最後まで見ると知識ゼロの状態からパソコンやインターネット上で使えるこのような電子印鑑が作成することができます。電子印鑑が使えるようになるとハンコが必要な書類とかに簡単に印鑑を押した状態にできるのでものすごく便利なのでこの動画を参考にぜひ使ってみてください。今回作成していく電子印鑑の種類は2種類ありました でまず一つ目がですね、スマホの写真から電子印鑑を作成する方法。そしてもう一つがですね、Excel の図形を使って電子印鑑を作成する方法。この二種類をやっていきます。まず最初に、スマホの写真から電子印鑑を作成する方法をやっていくんですけれども、こちらのハンコの中で言うと、この左上のハンコがスマートフォンで写真を撮ったハンコになります。 個人的にも名前のハンコだったり会社のハンコはこの方法で電子印鑑にしています。逆に封筒とか資料に使うこのような請求書在中とか重要とかいう言葉は もう一つの Excel の図形を使ってやっていただく方が綺麗に映るのでおすすめです。それでは早速スマホの写真から電信鑑を作成していきましょう。そうしたらまずはスマートフォンで写真を撮っていただきたいんですけども、これがスマートフォンで写真を撮った形になります。撮影の方法としては白い紙にハンコを押して、それを写真で撮っていただく。それだけで大丈夫です。で、写真を撮っていただくとですね、このように写真が撮れていると思います。写真までは問題ないかなと思いますので、写真を撮った後パソコンに写すってところから からやっていきましょうでスマートフォンに撮った写真どのようにパソコンに写していくかというとおすすめの方法としては Gmail を使ってパソコンに写すっていう方法がありますのでその方法を使ってやっていきましょう。 gmail っていうのが何かわかんない方は gmail の専用の動画があるのでそちらを見てください。そしたらですね、まず今写真が撮った状態なのでこの gmail っていうのをスマートフォンで押しましょう。で、gmail を起動していただくとこの作成画面になると思うんですけれども新規作成をしていきます。そしたらですね、ここから新規作成をしていきましょう。新規作成をしていただきましたら宛先とかは特に入れなくて大丈夫です。ここの上にあります ファイルのテンプマークですね。このクリップのマークを押しましょう。そうするとですね、先ほど撮った写真がこの下の方に出てくると思います。ここでスマートフォンで撮った写真を選んであげましょう。で、このようにですね、選んであげると、ここにですね、半個の画像が出てくると思います。これで OK です。ここまで行きましたら、左上の×を押してあげましょう。そうするとですね、このようになりまして、これは下書きという状態になるんですね。 下書きというのは先ほどのファイルが添付した状態で後から編集ができるという状態になります。なのでこの後にパソコンで開いてあげると先ほどのハンコの写真を簡単にパソコンに写すことができます。そしたらですね、インターネットを開いていただきまして Google の Gmail を開いていきましょう。そうするとですね、Gmail を開いていただきますと左側にですね、下書きというところがあると思いますので、この下書きを押しましょう。 で、下書きを押していただくとですね、ここに下書きと書かれたものがありまして、で、先ほどのですね、画像がここに入っています。ここの画像のところ、ここをクリックしていただくとですね、このように先ほどの半個の画像が出てくると思いますので、これをですね、パソコンにダウンロードして使っていくという形になります。ダウンロードの方法はですね、右上にこの矢印が出てきますので、ここをクリックしましょう。 で、クリックするとですね、このようにダウンロードができました。ダウンロードしたこのハンコの写真はどこにあるかというと、こ,この下の黄色いとこですね、このエクスプローラーというところを押していただきまして、で、ここのところですね、左のところからダウンロード、こちらをクリックします。 で、クリックしていただくと、この中にですね、先ほどダウンロードしたハンコがありますので、これを使ってやっていきましょう。そうしたら、Excel に戻りまして、一番最初の真っ白な紙を出してあげてください。で、今回、わかりやすいようにですね、左に見本出しておきます。で、そしたらですね、どこでもいいので、空いてるところをクリックした状態で、挿入のところを押してあげましょう。挿入をクリックすると、この下の方に画像というところがありますので、この画像をクリックします。 で画像をクリックするとですね、このような画面が出てきますので、左のところからダウンロード、こちらを開きましょう。そうすると先ほどの画像がありますので、ここをダブルクリックで開いていきます。 こうですね。このように開きました。で、画像がですね、大きくなってしまってるよっていう場合はですね、コントロールキーを押しながらマウスのホイールを下に回すとこのようにですね、画面を縮小したりできますので、この方法で縮小拡大をしてあげてください。もしくはですね、右下のここのバーですね、ここのバーのところ左側にこうやって動かしてあげると、これでも縮小できますので、これで調整をしてみてください。画像の全体が見えるようになったらですね、この画像だとちょっと大きすぎますので、この右下のところですね、これをクリックしながら から左上にぐーっとちっちゃくしてあげましょう。 小っちゃくしたらですね、コントロールキーを押しながらマウスのホイール上に回してこのように拡大をしてあげてください。こうすると今ハンコがここに画像としてある状態だと思います。この画像をそのまま使うということもできるんですけども、実際にハンコを押したように見えるためには、二つこの後やっていただきたいことがあります。まず一つ目は全体のサイズを整える。そしてもう一つはですね、背景が今白色になっているので、それを左側のこちらのように透明にするということをやっていきましょう。まずはですね、 サイズを整えていきましょう。サイズを整えるっていうのはどういうことかというと、今ここにですね、画像としてハンコが映っているんですけども、このようにぴったりだったらいいんですけども、ちょっと白色の余白が大きいという方もいると思います。そういう方はですね、ハンコに合わせてサイズを調整してあげましょう。どのようにサイズを調整するかと言いますと、まず画像をクリックしてください。画像をですね、クリックができていると、この頭ール書式というところがあります。ここをクリックしましょう。 で、これ画像をクリックできてないとですね、ここの図ツール書式出てこないので、必ず画像をクリックしてからこの図ツール書式をクリックしてあげてください。で、そうしましたら、この右の方にですね、トリミングというところがあります。で、このトリミング、このアイコンのところですね、こちらをクリックしましょう。 そうするとですね、先ほどの画像のところにこのような黒色の枠ができたのがわかります。で、この黒色の枠なんですけども、近くに合わせるとですね、このように T 字のマークになります。これもうちょっと右側行っちゃうとですね、矢印になるんですけども、ここまで行くと行き過ぎです。ちょっと左側ので内側ですね、T 字のマークになっている状態で合わせていただきまして、これをですね、クリックしていただくとこのようにですね、 暗くなったりとかして、このようにサイズの調整ができるんですね。これでですね、クリックしながら半コのギリギリぐらいまでドラッグを押してあげてください。そうするとですね、このように黒くなると思います。これをですね、上下左右全部一回やってあげてください。で、トリミングっていうのは何かというと、切り取りになりますので、今この黒くなっているところっていうのは、 切り取られることになるんですね。まあ、こんな感じにしておきます。で、そしたらですね、このように調整ができましたら、外側の何もないところ、ここをクリックしましょう。そうするとですね、このハンコのサイズに、この白かったところが切り取られてると思います。 ここまでできましたら、次は背景を透明にするっていうところをやっていきましょう。背景を透明にする方法はどうやってやるかと言いますと、画像のところをクリックしていただきまして、図ツール書式、ここを押してくださいで。そうしたらですね、一番左側に背景の削除というところがありますので、ここをクリックしましょう。 でそうするとですね、このようにピンク色のマークになっていると思います。ここにですね、今枠がある方と、もしかしたら枠消えちゃっているよっていう方がいるかと思いますので,で、その2種類やっていきますね。このように図形の枠が出ているという方はですね、ここの図形の枠を広げてあげましょう。クリックをしながらこのように上に上げたりとか、このようにですね、右側も全部上下左右このように広げてあげてください。そうするとですね、このピンク色と赤色のところが増えていくと思うんですね。こうですね。 このように増えていくと思います。で、このピンク色と赤いところ、これは何かというと、このピンクで表されているところは背景が透明になります。逆にですね、この赤色の半コの部分が表示されているってところはですね、このように透明にならずしっかり表示されるということになります。枠が出てるって方はですね、まあ、上下左右を広げていただくと、まあ、全体的にピンクと赤でいい具合になると思いますので、そうしたら変更保持を押していただくと、このようにですね、背景が透明になったと思います。 もしですね、先ほどこの背景を削除っていうところを押しても、この枠がですね、出てこないっていう場合はですね、ここの左上の 保持する領域としてマーク。こちらをクリックしてあげましょう。こちらを一回クリックするとですね、このピンク色の上にマウスを合わせると、このような鉛筆みたいなマークになるんですね。この保持する領域としてマークっていうのは何かというと、残したい部分を自分で決めることができます。例えばですね、今この状態だと、ね、金子の子のところが全く残らない状態になっているので、ここのところをですね、クリックしながらなぞってあげます。で、なぞるときに完璧に全部をなぞるのではなくて、一部分だけ、少しだけなぞってあげましょう。 これで言うとですねここからクリックをしてこのぐらいで大丈夫ですこれで一回離しましょうそうするとですねこのある程度までこういう風になったと思いますそしたらですねこの外枠もですねまだピンク色になっちゃっているので例えばですね外枠もこのようにクリックしながらこうやってちょっとだけなぞってあげましょうで離します そうするとですね、こうやって赤くなるんですね。これをですね、紫のところをちょっとずつ広げてあげましょう。ここもですね、クリックしながらこのぐらいちょっとやってあげて離してあげる。そしたらですね、ここまで行きましたね。で、ここもですね、同じようにクリックしながらちょっとだけ、このぐらいで OK ですね。で、離してあげるで。最後はですね、ここの上のところですね、ここのところもクリックしてちょっとだけ横にやってあげて離してあげる。そうするとですね、これで全部になりましたね。 ここまでできたらですね、変更を保持っていうのをやっていただくと、このように電子ハンコが作れました。このようにスマホからパソコンに取り込んで、それをエクセルで背景を透明にしてあげると、電子印鑑っていうのが簡単に作れるようになります。この今作った電子印鑑を資料とかに使ってあげれば OK ということになります。ただですね、この作業を毎回やるのってすごく大変だと思います。なので、今度からは画像を入れた時に、この透明なやつがそのまま出てくるように、この印鑑 を画像としししてて保存しておきましょうただ、Excel はこの作成した画像を保存するっていう機能がないので、作成した画像を保存したい場合は、 ワードを使っていきます。そしたら、ワードを起動してあげてください。で、ワードを起動したら、真っ白な文章が出ていると思うんですけども、ここにですね、先ほどの画像を貼り付けていきます。なので、Excel を開いていただきまして、そうしたら先ほどの画像をクリックして、コントロールを押しながら C、もしくは右クリックを押して、それでコピー、こちらをクリックしてあげてください。これでコピーができました。 で、そしたらですね、このワードをクリックして出していただきまして、そしたらですね、ここの部分にコントロールを押しながら V で貼り付ける、もしくはですね、右クリックを押して、この貼り付けオプションの一番左側、この貼り付け先のテーマを使用、こちらをクリックしていただくと、このように貼り付けることができます。ワードに貼り付いた画像っていうのはですね、保存ができるようになってますので、この画像の上で右クリックをしましょう。右クリックするとですね、このように図として保存っていうのがありますので、これをクリックします。 クリックしたらですね、保存先を聞かれるので、分かりやすいのでデスクトップなので、デスクトップに今回保存しておきますね。そしたら、ファイル名は今回は半コにしておきますね。半コ。そしたら、ここで保存をクリックします。そしたら、これで保存ができました。そしたら、この画像が本当にデスクトップに保存されているか見ていきます。 じゃあ、最初からしていただきまして、これですね、このハンコっていうのがちゃんと保存されているっていうのがわかると思います。今度からはですね、このハンコを Excel とかで貼り付けてあげれば OK ということなので、まあ、どこか一個クリックしていただいて、挿入からですね、画像。 そして、先ほどのダウンロードしたやつではなく、新しく作ったデスクトップのこのハンコ。これを押してあげると、こうですね、透明なハンコがしっかり作れているのがわかりますので、今後使っていくときは、このハンコの画像を使っていただくと、転身感として使えるようになります。 ワードで使っていただくときはですね、同じように挿入の画像から挿入ができるんですけれども、このままだとですね、この画像を動かすことができないので、このハンコを動かしたいなというときはですね、画像をクリックしていただいて、右上にあるこの山なりマーク、もしくはなければですね、この図ツール書式、ここがありまして、この中に文字列の折り返しっていうところがありますので、まあ、このマークと同じマークを探してあげてください。で、そうするとですね、ここを押すと、 ここの右下に前面っていうのがあるので、これを押してください。で、こちらでもですね、ここに全面ってあるので、これを探しましょう。で、そうするとですね、この画像が動かせるようになるので、これでですね、あとは大きさを決めて、そこに貼り付けてあげれば、これでできると思います。まず一つ目の方法がですね、スマートフォンから今のある印鑑を写真を撮って、それをですね、パソコンに入れて、 背景を透明にして使えるようにしていくっていう方法をやっていきました。そうしたらですね、次は Excel でこのようなハンコだったりとか、あとはですね、請求素材中、あと見本とか重要とか、このように日付が入ったタイプのやつを作っていきたいと思います。これは Excel でどうやって作るかというと、図形とワードアートっていうこの2つを使って作っていきます。そうしたらですね、1つずつ全部作ってみましょう。まずはですね、この金子っていうやつを作っていきます。 で、これ作り方、どうやって作っていくかというとですね、また白いところ、どこでもいいです。空いてるところがあれば、空いてるところに入れていきましょう。この左側のやつを見本として作っていきます。で、作り方は図形を使うので、ここの挿入というところを押しましょう。で、挿入を押しましたら、このすぐ近くにですね、図形というところがありますので、図形をクリックします。 で、クリックしましたら、これ丸になっているので、この中から丸を探していきますね。丸はどこにあるかというと、この基本図形って書いてあるところの、多分これだと左から3個目ですね。一番上にあるこの楕円ってやつ、これをクリックしましょう。 クリックすると、このマークがですね、プラスマークになるんですね、カーソルが。で、この状態でクリックしながら、右下に動かすと、このように丸が作れるんですけども、このままだと、きちんとした丸が作れないので、シフトキーを押しましょう。シフトキーを押しながら、右下に動かすと、このように、綺麗な丸が描けるようになります。そしたら、ある程度の大きさのところで、クリックを離してあげてください。そうするとですね、このように丸が作れました。 このように図形で丸が作れたら、ここにですね、描画ツール書式っていうのが出てると思います。これも Excel のバージョンによってちょっと名前が異なってきます。もし出てないよって方はですね、図形がこのようにクリックされてないと出ないので、図形を必ずクリックしてあげてください。この描画ツール書式っていうところは何をするかというと、この図形の色とかを変更できるって場所なんですね。なので、今からやっていくのは、この丸の線の色を赤くして、 中の色を透明にするっていうのをやっていきます。で、まずはですね、中の色を透明にする方法は、この図形の塗りつぶし、こちらを押しましょう。で、押していただくと、この中に塗りつぶしなしっていうのがあるので、これを押しましょう。そうするとですね、中が透明になります。で、今がですね、外が青色になってるはずなので、ここの下の図形の枠線ですね、ここで枠線の色を変えることができるので、ここで赤色にしていきましょう。で、そうするとですね、このように赤色になりました。 で、これだとちょっと細いよって方はですね、図形の枠線、もう一回押していただきまして、太さも変えることができます。で、ここの太さというところから、この大きさはですね、自分で見ながら、好きな大きさを選んであげてください。そうすると、今回は2.25ぐらいの大きさにしていきます。じゃあ2.25ですね。こちらをクリックしていただくと、このような丸が作れました。そしたらですね、次は中に入れるこの金子っていう文字ですね。 この作り方をやっていきましょう。これはどうやって作るかというと、ワードアートっていうのを使って作っていきます。そしたらですね、この挿入をクリックしましょう。挿入をクリックしていただきましたら、この右側にテキストっていうところがあるので、そこをクリックしましょう。もしかしたらですね、テキストを書かれてなくて、そのままワードアートって書いてある場合もありますので、ワードアートってそのまま書いてあれば、このワードアートっていうのをそのままクリックしてあげてください。で、クリックするとですね、このようなのが出てくるので、一番左上のやつを選んであげてください。 そうするとですね、ここに文字を入力っていうのが出てきます。そしたらですね、ここに自分の文字を入れていきましょう。このようにですね、自分の名前を入れていただきましたら、これを使っていきます。名前が入力できたら、文字の色がですね、黒色になっているので、赤色にしていきましょう。そしたらですね、枠線のどっかをクリックしていただくと、この文字の色を変えることができますので、ここをクリックしていただきまして、クリックしたらですね、まあ、先ほどの図形の枠線の右側に、こっちの AAA って書いてある方、こっちを使っていきます。 きますでその右側にですねここに何個か種類があるんですけどもこの上から順番にですね文字のの塗りつぶしっていうのとこのの文字の輪郭っていう2つありますここもですねエクセルによってはこのように文字がちゃんと出てる場合がありますので、まあ、文字のところを押していただくかこの下向き三角形ですね押していただきまして。 でまず一番上のところをクリックしてあげてくださいそしたら一番上はですねまず文字の色を変えることができますのでここで標準の色っていうのを選んであげましょうそうすると赤色になったのがわかります 見た目だと分かりにくいんですけども、実はですね、この文字の輪郭といって、ちょっと外側のところ黒くなっているんですね。なので、そこまで赤くしてあげましょう。そしたら、ここの文字の輪郭、この下の真ん中のやつですね、これも下向き三角形から、で、赤色にしてあげましょう。そうするとですね、しっかりと赤色になります。そうしたら、次はこれを縦向きにしていきましょう。ここのワードアートのスタイルって書いてある、ここの右下にですね、チョンっていうマークがあるので、ここのところをクリックしてあげてください。 で、そうしたらですね、ここの図形の書式設定って右側から出てきたので、この一番右のテキストボックス、ここをクリックしましょう。クリックしましたら、ここに文字列の方向って書いてあるのが横書きっていうのがあるので、ここをクリックしていただくと、縦書きに変更ができます。ここを押しましょう。そうするとこのように縦書きができるんですね。そうしたらですね、ここのところを外側をクリックして配置してあげれば、これで完成です。 もし文字がですね、大きくではみ出たとかちっちゃすぎるって場合はですね、ホームのところにあるこの文字を大きくしたりちっちゃくしたりするところからこのようにですね、文字の大きさを変えることができるのでそこで調節をしてあげてください。 そしたらこれで完成なんですけども、これをですね、動かそうとすると、このように文字だけ動いちゃったりとかしてすごく不便なので、片方がクリックしたらですね、両方が動くっていう方法をやっていきましょう。そしたらですね、文字のところをクリックすると、今外側が近くなると思いますので、外側を一回クリックします。そしたらですね、キーボードのコントロールキーを押しながら、ここの外側の丸をクリックしましょう。 そうするとですね、このように2つ選択ができるんですね。じゃあどちらの線でもいいので、外側の線を右クリックしてあげましょう。線の上で右クリックするとですね、このようにグループ化っていうのがあります。これでグループ化のところにマウスカーソルを合わせて、右側のこのグループ化。これをクリックしましょう。 そうするとグループ化っていうのはですね、これで一つの塊になるんですね。なのでこの外枠のやつをクリックして動かすと、このように動かせたりとかできるようになります。そしたらこれもスマートフォンで撮った写真と同じく画像としていつでも使えるようにしておきましょう。ではですね、ワードを出していきます。 そしたらですね、まあ先ほどのが残ってる場合は消してあげてください。ワードを出していただいたら先ほどの図形をコピーして貼り付けていくんですけども、ここで注意点がありますので、それに気をつけながらやっていきましょう。じゃあですね、エクセルを出しまして、こちらの図形を Ctrl-C か、もしくはですね、右クリックしてコピー。これをしてあげてください。外枠の線の上でやるとうまくいくと思います。そしたら、このワードを出していただいて、この貼り付けるときにですね、必ず右クリックをしましょう。 右クリックをしていただいて、先ほどはですね、Ctrl V とか一番左のやつを選んだんですけども、今回はですね、この一番右側の図っていうのを選んでいきます。これは何かというと、先ほどの図形をですね、図形として貼り付けるわけではなく、画像にして貼り付けるっていうことができるんですね。じゃあ、これを図っていうのをクリックしていただくと、こうやって貼り付いたのがわかります。これで画像として貼り付きましたので、これを右クリックしていただいて、図として保存っていう、先ほどと同じですね、 これを押していただくと保存ができます。じゃあまたデスクトップを押して、そしたら今回は印鑑っていう風に名前にしておきますね。で、これで保存をしていただくと保存ができます。じゃあ見ていきますね。ここのところに印鑑ですね。こうやってダブルクリックすると出てくるということですね。これもですね、先ほどのスマートフォンと同じように挿入のところから画像を押して、 で、先ほどのハンコを選んであげるだけですね。そうしたら大きさを決めて、好きなところに移動してあげるだけで使えるようになるということになります。そうしたらですね、他のこの右側のやつも全部同じやり方でできますので、同じようにやってみましょう。そうしたらですね、請求書在中ですね。これはですね、四角形の図形を選んであげるだけです。なので、挿入のところから図形。 そしてですね、四角形のところに角が丸いやつと丸くないやつがあるので、この角丸の方を選んであげましょう。そしたらですね、クリックして、で、クリックしながら右下にこのようにですね、合わせてあげるだけですね。このように適当にやってあげて、で、離してあげると作れます。 そしたら先ほどの作り方と全く同じです。描画ツール書式のところから図形の塗りつぶしを塗りつぶしなしに。そして図形の枠線を赤色にしていきましょう。これだと太さがちょっと足りないので、図形の枠線の太さを2.25にしていきます。これで OK ですね。次はですね、ワードアートを使ったと思いますので、挿入のところからテキスト。もしくはですね、ワードアートそのままあると思いますので、ワードアートを押して、ここの左上のネズをクリックしましょう。 そしたら、ここにですね、請求書在中と、このように打ち込んであげれば OK です。で、これを縦書きにするので、縦書きにするときは、このワードアートの、ここの右下のところ、こちらをクリックしてあげましょう。そうするとですね、この図形の書式設定ってところが出てくるので、この一番右側のこのテキストボックス、ここをクリックします。で、そしたら文字列の方向、こちらをですね、クリックしてあげて、横書きから縦書きにしてあげましょう。そうすると、このようにできました。 で、これだとですね、このようにはみ出てしまうので、配置したらですね、ホームのところからこのようにサイズを変えてあげてください。で、ある程度のサイズになりましたら、こうですかね。こんな感じで OK ですね。もうちょっと撮っちゃう方がいいですかね。こういう風に配置をしてあげます。そしたらですね、文字の色がですね、黒くなってしまっているので、描画ツールから、ここの文字の色を赤色に、まず、 ここちらの下の下ととろも赤色にに変えてあげるというう風ししましょうそうするときれいに請求書在中ができたと思います。そしたらですね、最後にですね、グループ化っていうのをしていきますので、ここのですね、文字のところをクリックして、外枠をクリック。そしたら、この図形の方もコントロールキーを押しながらクリックですね。そうすると2つ選択ができるので、この線の上で右クリック。そしてグループ化。 そしてグループ化をクリックします。そうしたらこれでグループ化ができたので、まあこれも先ほどと同じく、これをコピーしていただいて、で、ここのところにですね、右クリックをして、図という貼り付け方をしていきます。で、これをですね、先ほどと同じく右クリック、図として保存。そしてこれをですね、デスクトップに、ハンコにとか。 で、これで保存してあげると、これが使えるようになるということになりますので、で、今の同じところはですね、次からを省いていきますので、後のやつも作っていきましょう。そしたらですね、このように見本って書いてある、中が白くて外が赤いやつ、これはどうやって作っていくかというと、これも基本的には同じです。図形からですね、ここの四角いやつを押してあげて、まず四角い図形を作ってあげましょう。こうですね。 今回はですね、中が透明じゃなくて赤色になってますので、図形の塗りつぶし、こちらをですね、赤色にしていきましょう。で、外側がですね、今ちょっと青くなっちゃってるんですね。この青くなっている枠線がありますので、こちらもですね、赤くしていきましょう。赤くこのようにしていけば OK です。そしたらですね、見本って文字を入れていきますので、挿入のところからテキストでワードアートですね。で、ワードアートを作ってあげて、見本と。 いう風に入れていきます。そしたらですね、今回は縦書き必要ないので、この上にですね、見本を被せてあげて、そしたら文字が黒色なので、白色にしていきます。で、白色にしていくときはですね、ここのところから白を選んであげましょう。で、こちらも白を選んであげましょう。で、この時にですね、左と右でちょっと字体が違うと思うんですね。で、この字の形っていうのも簡単に変えられまして、このホームっていうところから、 ここのところで字の形っていうのもですね、このように合わせていただくとちょっとずつ変えられます。で、下の方にもですね、いろいろな字の形ありますので、まあ、自分に合ったですね、好きなやつを選んでいただきまして、まあ、こういう風に使っていただくと、こんな感じにですね、変えることができるので、ぜひこの字の形も変えたい場合は、字の字体ですね、こちらも変えてあげてください。で、これがちょっと太すぎるよって場合はですね、先ほどの描画ツールの書式を押していただきまして、 ここの真ん中の文字の輪郭っていうのがありますので、ここをクリック。そうするとここで太さっていうのがありますので、ここで太さも変えることができます。 ただですね、今回のやつ一番細いのがこの大きさなので、もしこれで嫌だなって場合はですね、別の字体を選ぶとか変更をしてあげてください。あとはですね、グループ化をしてワードに貼り付けて画像を保存していただくという流れは一緒です。そしたらですね、次はこの営業部で日にち、名前っていうのをやっていきましょう。で、今回違うのはですね、丸の図形の中にこのように線が入っているので、ここのところを注意しながらやっていきます。 そしたらですね、挿入のところから図形、そして丸を作っていきましょう。この楕円のところから選んでいただいて、クリックを押しながら、シフトも押しながら、このように右下に円を描いていきます。そしたら離していただきまして、先ほどと隣ですね、図形の塗りつぶし。こちらをですね、塗りつぶしなし。そして図形の枠線を赤色。そしてここの太さをですね、ちょっと太くしていきます。 で、これで分かりやすくしていただきましたら、ここの線ですね。直線どうやって出してるかというと、これはですね、挿入のここの図形、そして直線の線がありますので、これを使っていきましょう。これを押していただくと、先ほどと同じですね。ここら辺、適当なところでいいので、ここをクリックしていただいて、これもシフトを押しながら押すと、まっすぐの線が作れます。そしたらですね、このように線が作れました。これも同じです。図形の枠線から色をですね、赤色にしていただいて、 で、太さをですね、ちょっと太くしてあげましょう。こうですね、こんな感じにしてあげます。そしたらですね、これを同じように作っていくんですけども、これどうやって作っていくかというと、コントロールキーを押しながらクリックしてドラッグすると、もう一個同じのが作れます。そしたらですね、コントロールキーは押しっぱなしにして、クリックをしながら下にこうやって動かしてあげましょう。そうするとですね、こんな感じで複製ができるので、ある程度の場所でクリックを離してあげると、こうやって2本作ることができました。 で、これもしですね、大きさとか横幅とかがはみ出ちゃったりとかしたらですね、 このところ、線のところをですね、こうやってやったりとかすると変更もできるので、そうやって変更してあげてください。シフトを押しながらにすると直線ができますので、それで微調整して作ってあげるといいんじゃないかなというふうに思います。そしたら、あとは先ほどと同じように、ワードアートで文字を入れてあげれば、簡単に完成ができます。このようにですね、日付を入れたい場合は、日付の部分はなくしてですね、この営業部と名前、そこだけを入れて、画像として保存をしておいて、で、必要なとき ににこここののの日付付ところを後付でワードアートで入れててあげるっていうのがおすすめにな,りますなので、これで言うと、日付のところはですね、このように空白をした状態、この状態で画像を保存しておいて、で、必要な時にですね、ワードアートでここの中に日付だけ入れてあげるという使い方をしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。 じゃあ最後にですね、この重要っていうのも作っていきましょう。これもですね、今までやったやり方が分かれば特に問題ないかなと思います。挿入のところから図形で四角形ですね。このように選んでいただきまして、で、図形の塗りつぶしから塗りつぶしなし。そして枠線をですね、赤くして太さを変えていきます。で、そしたらですね、挿入のところからワードアートで 作ってあげる。これだけですね。で、重要と入れてあげて、で、ここがですね、スペースが空いてるので、ここのところ、スペースを自分であげてあげれば OK です。そしたらですね、このように配置をして、で、これをですね、文字を赤色にしてあげると。これだけで簡単に作れるようになります。あとはですね、左のように字の形を変更したい場合はですね、文字のところをクリックして、そして外枠を必ずクリックしましょう。 で、外はクリックしないとですね、字体変わらないので注意してください。でそしたら、ホームのところから、ここから字の形をですね、何か好きなのを選んであげるとですね、こんな感じに字の変更ができますので、まあ、好きな字体を選んであげるといいんじゃないかなと思います。今回はですね、電信鑑の作成方法を紹介していきました。一つは、スマートフォンから写真を撮って、それを使う方法。二つ目は、Excel で図形とワードアートを使って、 電子印鑑を作る方法この2つが使えれば特に困ることはないんじゃないかなというふうに思います。普段の印鑑を電子印鑑としてそのまま使いたいって場合は、一番最初に紹介したスマホで写真を撮って電子印鑑を作っていただくのがすごく簡単なのでおすすめです。一度作ってしまえば何回も使い回しができるので、この動画が参考になったら嬉しいです。このようにパソコンを便利に使うテクニックをいっぱい配信しているので、ぜひ他の動画も参考にしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。 Bye bye.